この状況から逃げずに来るとは。ガイ先生はリハビリに励むことで己と向き合っている。大切なのは緊張をなくすことではなく、緊張と向き合い受け入れること。その誓いを今ここで証明してみせます。では緊張を受け入れたその状態でいかに戦えるのか試してみよう。手加減はしないよ。こんな僕が八門遁甲を会得するなんてありえませんよね。でもメタル、お前ってやつは、もう緊張から逃げないことだけは証明するんです。ここだ。すっごい見られてます。なんと。さっきまで笑ってたのに、すごい注目されてます。